高下小脳動脈は、椎骨動脈の最大の枝であり、上小脳動脈、前下小脳動脈と共に小脳を栄養する、主な三つの動脈のうちの一つ。異化分中ではこの動脈をパイカと表現する。パイカは、椎骨動脈から分岐すると、塩髄上部の表面を背側に回り、瞑想神経及び副神経と交差する。ここで塩髄の背外側を栄養する。 小さな線通枝を分岐する。この線通枝が栄養する領域には、脊髄支障炉、三叉神経脊髄炉角、偽核からの抹消神経、瞑想神経肺側核、下小脳足の複足、足及び延髄由来の交換神経繊維などが、通っている。さらに、下小脳脚上を通って、小脳の下部表面に達する。内側枝と外側枝があり、 内側枝は、小脳半球間隙から配足に進み、第四脳室の脈絡層の一部分を栄養する。一方、外側枝は、小脳チューブの下や小脳変等、そして、小脳半球の仮面を分子しながら栄養し、やがて前、下小脳動脈及び、脳底動脈からの枝である上小脳動脈の枝と、噴合して終わる。延髄外側症候群で障害される部分。 塩水の断面図パイカを含む、椎骨動脈などの血栓症や脳血管障害によってこの血管領域が拘束を起こすと、パイカ症候群、またはワレンベルグ症候群と呼ばれる神経学的に見て特徴的で典型的な症状を示す。これは塩水外側症候群とも呼ばれ、現れる症状は多彩で小脳性運動失調や抗体性感覚乖り、 前提症状、障害側のホルネル症候群、高温障害、味覚障害などがあり、運動麻痺は現れない。この神経学的所見は、上述のように、パイカの塩髄背外側へのセンツウ中枝が栄養する、領域に存在する神経核や神経路を考えることで理解できる。しかし現在では、塩髄外側症候群は、 パイカのそのものの障害よりはむしろ椎骨動脈の障害であることが多いと考えられるようになっている。脳底部を下より見た図。硬化小脳動脈は下より2番目のラベルで示してある。なお右の大脳側頭葉と小脳半球の一部は省略してある。この記事にはパブリックドメインであるグレーの解剖学第20版580ページ本文が含まれています。 ありがとうございます。